兄様に出たいセガインタラクティブの宣伝担当、カリスマ宇野。彼に今足りないものとは。そう、ダンスであった。このコーナーは48歳のサラリーマンがゲーム情報をお知らせする一方、ゼロからダンスを極めるその一部始終でもある。いつまでこのナレーションで行く気や。帰ろう、もうあれさ、終わっとんねん、とっくに。なんや、いや来年のやないがな、おかしいやろ。ずっと使える風に、もうなんか内容変わってるで、大丈夫これほんまに。さあ、ということでございまして、皆さんお待ちかねしてましたか。変な声やな、無理すな、喉潰すぞ。はい、ということでオールネットプラスマルチ、通称 ATM の最新情報をお届けするうどでマックスのお時間がやってまいりましたよ。さあ、今日も張り切ってこの方お呼びしましょう。皆さん、ぜひよろしくお願いします。どうぞ。APM 宣伝担当、セガインタラクティブのカリスマ宇野です。よろしくお願いします。宇野だーマックス。よー、決まった。すっかり秋めいてきましたが、はい、宇野さんどうですか、この、まあ、連休とか多いじゃないですか、この秋は。そうですね、充実してますか、休みの日とか。いや、もう台風ばっかで、もう確かにね、寝て過ごしてますね。宇野さんって基本的になんかそういう趣味ってあるんですか。なんかこれが僕の実は趣味なんだ。あ、まあ、今までね、ギターもダンスもやってますけど、それ以外でなんか若い頃からやってるなんか趣味みたいなないんですか。恥ずかしながらゲームを少々。あ、ゲームが趣味なんですか。そうですね、はい。まあ、別に差し支えなければ、はい、今までで一番ハマったゲームは何ですか。今までで一番は、まあ、自社タイトルになりますけど、スペースハリアーというですね。スペースハリアー、体感ゲーム、あれでちょっと、はい、この会社を目指しました。あ、ですね、すごい。この会社を目指し、その会社を目指してセガに入れるのがすごいね、うん。ほんなら、まあ、この何ちゅうですか、30代過ぎてからのなんか趣味っていうのは別にない。30代過ぎてもずっとゲームやってました。ああ、そうなんですね、はい、ゲームが好きなんですね。はい、はい、ということでね、あ、そうや、はい、なんか猫パンチね、あのほら、あの専門学校の、はい、あれ言ってましたけど、その歌とかダンスなんかそういう練習してるんですか。そうっすね、まあ、市政の民もその辺気になってると思うので。急にどうしたんや。それを含めて今日は早めに最新情報行ってみましょうか。あ、先に仕事済ますってことですね。そうですね、はい、はい。今週も俺の告知にやけどするなよ。おー、かっこいいね。君のハートにカオルくん。カオルくんカオルくんとカオルキュンで何のことやねん、お前。何のエヴァンゲリオンも違うつかへんかった。いけ。はい、ゲームセンターで好評稼働中のワンダーランドウォーズからのお知らせです。まずは新着イベント、10月1日からリリーフェスタがスタートしました。リリーを集めてカスタマイズアイテムをゲットする人気のイベントです。今回の目玉商品は、シグルドリーバの、新衣装で文系女学生とカイドウ丸の新書、おとぎ交番長。全然ちゃうね、キャラが。リリーは、ショップ内にあるリリーハウスで商品と交換できるので、たくさん対戦して新衣装や新カードを手に入れちゃいましょう。はい、次お願いします。修練場には強大な敵ベルゼブブが襲来中です。ベルゼブブとの、バトルが体験できるほか、ミッションを攻略すると報酬がもらえます。10月21日まで大魔界に名を馳せるハエ魔王を倒して報酬を獲得しよう。次お願いします。はい、開催中の早得チケットキャンペーンは連休の最終日10月8日までです。平日は7時から14時59分、土日祝は7時から12時59分までの時間にログインするとチケットを2枚プレゼント、うん、早めの時間にお得にワンダーを楽しみましょう。次お願いします。はい、チューニズムとのコラボ第2弾もまだまだ開催中、10月21日までです。ワンダーランドウォーズをプレイするとチューニズムモチーフのアイテムがもらえます。チューニズムファンの方も、ワンダーにトライお願いします。次お願いします。
第4回公式全国大会予選大会が全国ゲームセンターで開催中です。今週末も、全国各地で熱い戦いが繰り広げられます。当日エントリーも可能、観戦も可能です。参加お待ちしております。これら詳しくは、ワンダー公式ホームページでご確認ください。次お願いします。はい、タイムリリース第4弾、本日より土坂の新コースが追加されています。土坂、恐ろしい。はい、対戦バランスも調整されたこのバージョン、ぜひ遊んでみてください。次お願いします。イニシャル D ゼロの走り屋交流会2、11月の10日は福岡県のハイパーメッセで開催。来場者には、オリジナルアイミステッカープレゼント、参加お待ちしております。なるほど。そして最後、なこれ、はい、私がなぜか参加することになっております。猫、パッチ東京アナウンス学院の、在校生の皆さんたちのお祭りですね。10月の17日18時開場、18時30分開演ということで、はい、お時間のある方はぜひご来場ください。これ一般の人入れるんですか？はい、無料。マジでえらいことになるんちゃうか？とんでもないですね、はい、大丈夫かな。はい、ということで今週は以上です。ちょっと猫パンチの告知APM と全然関係ないじゃない。なんでしょうね、なんか掘り込んでんな、あんなもの。 なぜか、はい、そんな、まあ、あれちょっとあれ、このこちらの女性の方は誰ですか？この方、ね、これは小生が川銀徳の次男坊と同じくらい一目置いてるダンスの先生です。あら、あの豆先生ではなく、ではなく、はい、あの赤いランプ、偉そうに言うよ、はい、最近思い立てのくせに。自己紹介、はい、宇野さんにダンスを教えてるダンサーの岸田玲香です。よろしくお願いします。岸田先生、はい、わざわざそんな気を使ってアイラブゲームの T シャツまで来てくれて、ちょっと気合入れて、もう安くなんとか愛らしい。ちょっと、はい、そんなわざわざすいませんね、本当に忙しいのに。全然ないじゃない。ギャラ出てるこれ。これは、いやいやいや、もう目に見えてるさっき出してもうてるから。そうなの、はい、あ、いやいやいや、これちょっとほんまに大丈夫なんですか？こんなわざわざ先生までお呼びしてるけど踊れるんですか、宇野さん？ちゃんと、まあ、覚えてはいますよ、覚えてはお、ちゃんと教えてます、この人。教えます。じゃあ教えて、ちゃんと覚えてます？まあ、私は覚えてくれてると信じてここにいるんですけど、今ちょっと大丈夫やっちょっとそこの可愛い子ちゃん一緒に踊ろうか。シャルビーダンいやいや、お前が言うてどうすんの。シャルビーダンス言うてどうすんの。踊りましょうやないが、できんの？ちょっとじゃ急にスイッチ入ったけど、頑張ってみましょうか。ちょっとやってやってやって、あ、立つの立つの。じゃあちょっと串田先生見ててね。はい、わかりました。はい、それではミュージック、俺が言うんかそれではミュージックスタート。先生どうですか、お出ますか？全然ダメ。なんかもうダンスからおじさん臭さが匂ってくるので、もうダンスから彼氏もするんじゃないですか？もうダメですね。ちょっと、やばいぞ、やばいよ。やばいよ。なんかちょっと何があかんやろ。なんかもうリズムが取れてないから、まずリズムを取るとか始めないといけないなって。いや、そのリズム感がないんだよ、宇野さん。厳しいですね。体が硬いんちゃうか。致命的じゃないですか。いや、なんかこうそう、なんか。これ見て、これほら、これほら、なあ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 、ほらほら、取れてますよ、この二人は。宇野さん、せー、ワン、ツー、スリー、フォー、ノ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 ー、いや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 、なんやろな、なんやろ、もうほんまに、キットカット買いすぎたみたいな、こんなにあんねんけど、誰か食べないみたいな、俺も例えが出てこへんぐらい。もうちょっとあったやろみたいな感じけど、スマホじゃなかったのよ。なんかキットカットみたいな感じ、キャラメル残り何個入ってるやろみたいな、なんかそんな感じやったのよね。いや、もうダメですね先生。どうします、もうこれは
特訓するしかないですね、もう。先生どうしたの急に先生まで芝居がかってもう特訓ですよ、特訓しかない。もう宇野さん行きますよ。あら、まあ、ほら、ちょっと待ってよえ、そう、赤塚不二夫先生のボツになった漫画みたいな全然あかんやりとりそやろ。え、今からやるんですかね。いや、なんかどこ行ったんやろ。何、いや、よう分からへんわやっぱりでもすごいね、やっぱりすぐ入んね。はい、なんそれ、なんかほらちゃんと教えてなくてもな、二人ともこう、あれあれあれ、わスタジオ、スタジオや、あ、音がかかってる、あれそれだ、うのさ、ほら、このね、あの手のほらここがあかんだよね。はい、ああ、このほら手がほら手の入れ方が、ね、先生ほらやっぱり体がぐっと中に入って肩が入ってるやん。うのさん全然ほらなんか宇野さん何やろ、片方だけボックス踏まれへんのあのおっさん。いや、ひどっ。ボックス踏む時これなんやん、変身するみたいになってるやん。なんかこういうのができへんねんな、やっぱり。いや、ひどいな、ノリが違いますね、宇野さん。だから多分宇野さん、ディスコとかクラブとか行ったことないやろな。うわ、ひどいな、こら。でもああいうゆるキャラいますよね。いやいや、ゆるキャラはさ、ゆるキャラはさ、可動域がな少ないからどうしてもああなるけど、ボックス踏むときになんかもう、うん、こんなところに水たまりがみたいなステップになってなかった、あのおっさん。うわーみたいな。腕で頑張って。いやー、なんかでもね、情報によりますとね、今日はこの後もずっと練習してるらしいから、時たまあの中継つなぐんでね、どれだけの成長が見られるか、ちょっとね、皆さんも楽しみにしてあげていただきたいと思います。はい、ということで茶番たっぷり、以上宇野田マックスでした。ありがとうございました。宇野さん頑張ってね。パパのせい、目指せ大冒険。